当初期が国民に提唱した文明的な国家建設を樹立するための道徳規律の通称。正式名は社会主義営属感八つのやるべきこと、八つのやってはいけないことであり、アメリカでは、婦人多を SA とステップ、プログラムとも言われる。2006年3月4日、古今郊総書記はこのリストを、 中国共産党公式の新しい道徳規範であり、仕事、行動、態度の方針を示しているとして発表しており、すべての中国人民が守るべき規範として広められている。アモイ氏の電光掲示板に書かれた 8A88 の標語、8A88 が広められると、インターネットでこれのパロディが流行した。小学校や幼稚園では 8A88 の歌が教えられ、 公式行事での合唱も披露されている。8A88 の考えはむね中国人民に受け入れられている。ありがとうございます。